1月27日発売の新パック、レイジオブジャビスに収録される新カードが公開され、あのデモンスミスの新カードである放類の魔ラクリモーサとデモンスミスアグヌスデイの2枚の詳細が明らかとなって、デモンスミスは先日開催された日本選手権でもベスト4のうち3人が採用していた環境でもトップクラスのパワーを持つカードであり、さらなる強化ということで非常に注目が集まっているぞ。では早速効果を見ていこう。まず1枚目の放類の魔ラクリモーサで、レベル4の光属性悪魔属モンスターであり、ルール上デモンスミスカードとしても扱うため問題なく組み込むことができる。召喚特殊召喚時にデッキからデモンスミスカードを墓地へ送る効果を持ち、魔を刻むデモンスミスを墓地へ送ることで墓地からの蘇生を狙うことができ、サロスナンナデモンスミスレクイエムからラクリモーサをリクルートし、魔を刻むデモンスミスを墓地へ送ることでベアトリーチェプラスセクエンツヤを立てるデモンスミスの基本展開が可能になり、今までは効果モンスター3体が必要だったところが、サロスナンナさえ出れば良くなったので、効果モンスター2体から展開が可能なため、さらに強力になったと言えるだろう。モンスター2体がデモンスミス展開につながるので、かつてのハリファイバーのように多様なデッキで採用できるカードになりそうで、今まで以上に多くのデッキでデモンスミスを見ることになりそうで、出張で採用するカードが素引きしても初動として動けるカードばかりな点も踏まえて、新たな時代を迎えようとしている感じがあるな。デモンスミスマジックトラップもラクリモーサで墓地へ送れるので、相手の特殊召喚をトリガーに墓地から除外し、デッキエクストラデッキからデモンスミスモンスターを墓地へ送れるデモンスミスインパラディズムで DS 入れを落として除去効果を使うといった使い方も可能で、余談だがラクリモーサの名の通り、デモンスミスラクリモーサが持っていた武器は氷の魔をレクイエムが吸収した形態のようだな。まさかの美少女の登場で、おそらくスーパーレアでの収録となるため、コレクションとしてもぜひ欲しいところだぞ。リンクさんのデモンスミスアグヌスデイは悪魔族光属性モンスターを含む2体以上でリンク召喚できるモンスターで、互いのターンに一度墓地のリンクモンスター以外の悪魔族光属性を特殊召喚して自身を装備し、装備すると装備状態のリンクモンスターのマーカーの数かける600ポイントの攻撃力アップと貫通効果を付与することができる。セクエンツィアで DS 入れを融合した際に2体でアグヌスデイをリンク召喚後、墓地から DS 入れを蘇生しながらアグヌスデイとセクエンツィアを装備すれば、攻撃力3000アッププラス DS 入れで最大5枚のカードを無効にすることが可能になるぞ。DS 入れをより強力に使えるが、すでに十分強力とも言えるため、エクストラの枠を使ってまでやるかは検討の余地がありそうだ。総じて最強クラスの汎用カードデモンスミスがさらに強化されるため、かつての十二獅子や勇者を超えるレベルであらゆるデッキにデモンスミスが入る新時代に突入しそうではあるな。同パックで登場するアザミナも含めて、汎用で使えるテーマだけで十二分に強力な盤面を作れそうなので、実質グッドスタッフのようなデッキ構築が今後は増えるかもしれないぞ。すでに環境を席巻しているデモンスミスの強化だけに、警告で制限となったベアトリーチェやデモンスミスへの橋渡し役となっているサロスナンナの規制が危惧されているが、今後の制限改定にも注目していきたいぞ。個人的にはデモンスミスのカードが増えたことで準構築のデッキも組めそうなので、お気に入りのランク6エクシーズも入れながらデモンスミスメインのデッキも試してみたいぞ。というわけで俺はこれでターンエンド。よかったらチャンネル登録もしてくれ。